そう、ネオ、消える。4月5日の炎上からもう1ヶ月近く登板なし。なんでやろ。期待してるんやけどな。まあ球抜けまくりやったし怪我って話もないから X 説でほぼ確定やと思う。なんでこうなったんや。高校まで超エリートやったのにプロ入ってから挫折ばっかりやな。Y は今年から先発ローテーション入ると思ってました。現地情報では4月末に2軍戦でブルペンには入ってたらしいが、名古屋球場見てきたけど藤浪以上にすっぽ抜け連発やったぜ。試合で使えんコントロールなんやろな。メンタルなのか技術面なのか。とりあえず今年は無理やと思う。話題もヒロトや高谷に取られてもうあかんね。ネオはヤフコメでもヨウツベでも辛辣な意見増えてるのが現状を物語ってる。初めの頃はあんなに甘々だったのにな。早めにトレード出してあげてほしい。でもファンだとしては未だに優秀やぞ。ネオは花があるからな。実力の伴ってないスター候補とか忘れられていくだけやぞ。Y はライトネオが見たかった。うずら高いもんね。投手だと X 野手だと品だ、どうすりゃいいんだ。ドラ1なんて無駄に期待値高いだけでこんなもんやろ。ここからの巻き返しは正直無理や。手のひら返しさせてほしいけどここまで壊れたらきついわな。1回おかしくなったらそのまま戻らんとクビなる選手多いしな。X 次第やけど今からでもショートでどのエレベル目指してほしい。